皆さんこんばんは。はじめまして。本日はトンミクドラは三層プレイヤーは何者です。お招きいただきましたありがとうございます。それでは初の麻雀実況やっていきたいと思います。そして解説は土田光翔です。よろしくお願いします。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。で配信されますので、私の方は多分 YouTube になると思います。プレイヤー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。誰が一番最初に仕掛けるのか。あれ、誰が誰なのか表示されてないんですけど、誰かわかんないな。ここは一歩後退。さあ、この範囲、ここはスルー。ちょっとですね、まだ手が進んだ。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ちょっと役牌の方は絞っていきたいかなと思います。間が静寂に包まれている。トイメン、ここは統一落とし。トイメンは単品系かな。つなぎりが続いてしまった。うん、なんだその基準は。膠着状態だ。ここはドラを引いた。どうしようかな。あ、飛んでた。プレイヤー、これでリャンチャン点。ここからが腕の見せ所ですよね。とりあえず関数層が入ればなんとか形にはなるんですけどね。どうしようかな。なんか、まあ、みんなにお宝ちゃったら。プレイヤー、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。関数層入ればね、まあ、8個は切れるんで。この端、ここも我慢した。どうしようかな、これ。下茶は何？ピンズも2パイも出たんや。あ、ピンズ出てきた。プレイヤー、ここはここでも仕掛けない。チュンチャンパイが押し寄せてきている。あー、でも吐く怖いかな。これはちょっと打ちづらいぞ。均衡を破るのは誰だ。あ、出た。あ、ラッキー。じゃあ合わせましょうか。重い空気のまま場が進行している。ドラを重ねた。あら、ドラ引いちゃった。じゃあしょうがないな。まあ、ペイ出てるんで、まあ、これで単位が抜けるので、各社どのように打ち回していくのか。あっと、オヤリーが入った。オヤリーなんでね、注意が必要ですね。果たして追いつくことができるのか。どうなんだろう、ヤンマンはどうなんだろう。裏筋なんで危ないっちゃ危ないんで。あっちゃ、まあ、ウーサー現物だから。これは神茶の現物ですね。誰かリャンワン通してくんないかな。誰かリャンワン通してくんないかな。あー、ピンはどうだろう。ドラニだから、おー、はい、入った。神茶、軽快なつも上がり。神茶、幸先のいいスタートを切りました。神茶、まずは一歩。あ、神茶メロンさんだったんだ。え、で、下茶がイソムさんで、シグレットさんが遠い目。本人曲、日本はドラはウーワン、プレイヤーはナンチャです。現在のトップは神茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。神茶、いきなり。さあ、このここはスルー。親がおたかぜから仕掛けましたね。1本いいの？あれ？一体この点差がこの後どう変わっていくのか。あ、じゃあ切れるのか。何？他の役牌でも待ってるんですかね。トントンに行くのかな。プレイヤー、逆転することができるのか。チュンチャンパイが押し寄せてきている。場を制する。さあ、この端、ここも我慢した。ハクはションパイなので
とりあえず様子見ですか。やっぱり白はちょっと切りにくいな。もうちょっと手が揃ったら、うん、まあリーチ行くときぐらい。一体どんなドラマが待ち受けているのか、リーチ行くときぐらいに切りたいですね。もうちょい待ちたいな。おっとカウンターを払ってきた。角切りが続いてしまった。神ちゃん、ポンだ。これトイトイかな。となるとやっぱりハクは爆弾臭いですね。相手の出方を伺っているのか。誰かハク通してくんないかな。場に緊張感のプレイヤー、ここでも仕掛けない。なんか親はトイトイ臭いな。もしか薬杯をあんこでも食ってる可能性もありますよね。下茶、ここは統一落とし。下茶なんだろう、ワンズが一枚も出てないんですけど。あ、ラッキー、引いた。どうしようかな、これやりにくいけど、まあ、ウーフィルはこれでリアンちゃんてマンズの形がいいですね。でもなんか誰か白投資くんないかな。おっと、負けじと動き出した。E1 トイトとしてリアンワンポン、何これ、わけがわかんない。プレイヤーイーシャンテン、あ、やっぱりここで泣いてきた。さあ引いた。リーチ、さあリーチだ。でもリアンワンポンされてるからな。トイメン、ここさ、おっと神ちゃん軽快なつも上がり。レンチャンですよ、レンチャン。やっぱトイタイか。トイトイ、本一曲日本馬、ドラはウーピン、プレイヤーはナンチャです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。なんかめっちゃ走り寄ってるんですけど、ちょっと表示が見えないですけど、ドラ表示牌はこれ数ピンかな、数ピンっぽいですね。どうしようかな。プレイヤー逆転することができるのか。ソーズで2メンツ、ワンズで1メンツ、ピンズで1メンツっていうのが、まあ一応頭の中では考えてるんですけど。場が静寂に包まれている。あ、ペンター切ってきましたね。保険かかってんのかな、序盤だから。場は膠着状態だ。サブローは待ち将来なくはないですね、これね。どうしようかな、これ。さあ、この範囲に、ここはする。当然泣かない。こんなもん泣かない。リャンカンの渡りだけどな。どうしようかな。いらない。重い空気のまま場が進行している。あ、下手やっと薬杯出ましたね。トイメンもだな。うわ、やっちゃった。角切りが続いてしまった。神ちゃんも離れペンター落としなんで、なんかサブローワンとか将来残りそうで嫌ですね、これ。どうしようかな。プレイヤー、これでリャンチャンテン、ここから何を引いてくるか注目ですよね。これちなみに上がったとしても安手なので。さあ、ここも我慢した。でチューンがね、まだ場に1枚も出てないんですよね。誰が一番最初に仕掛けるのか。ソーズがね、サンディちゃんになってくればいいんですけど。おっと、ここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。あの捨て牌だったらチューンはいけるっぽいんだけど。追っかけリーチ、プレイヤー行くのかな。この形だったら突っ張っていった。今は通るか。タクはションパイなのでとりあえず様子見ですか。スマ、おっ
神茶、これは強烈なツモ上がりだ。レンチャンですよ、レンチャン。バイマン、マジで、おやばい、マジで、これ飛ぶな、下手したらやばいな。トン一曲、三本馬、ドラはチュン、プレイヤーはナンチャです。しかもまだトン一曲ですからね、流したい。神茶です。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。それでは対局の模様に注目しましょう。とりあえず、間違えた。 E1 はちょっと残しててもよかったな。どうしようかな、これやりようがないな。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。つもぎりが続いてしまった。寄ってってくれたらいいんですけどね、端にね。プレイヤー、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。そうなんですよね。だからここでメンツができるんだったらもうチャンタは諦めちゃう。プレイヤー、乗っている。方針が定まってきましたよね。知らん間に三シャンテになってますけど、でもハツとか切りにくいしなみたいな。C1 1個さばいときますか。ハツはギリギリまで絞るのかな。チュンチャンパイが押し寄せてきている。いや、押し寄せてきてもメンツじゃなかったら結局意味がないんだけどって感じなんですけどね。プレイヤー、逆転することができるのか。赤馬引いたか。しょうがないな、これはちょっと諦めプレイヤー、これでリャンチャン点。ここから何を引いてくるか注目ですよね。スーソン2枚出てますからね、両面になる確率はあんま高くないんだよな。神ちゃん、ドラが被ってしまった。どうしようかな。ペン払うか、払いましょうか。ここはペンちゃんを払っていく。ハツはちょっとわかんない。なんかさっきからワンズが伸びてんだけど、スーは切るんじゃなかったな。間が静寂に包まれている。トイメンがね、ちょっと装備出てないのが気になるんですよね。まあ、3番切っときましょうか。一応これでピンクのイシャンテンなので、よくここまで持ってきたな。とりあえず、まあ、ペンパイ入ったらそっくりでもいいかなみたいな。さあ、ここも我慢した。リーチ、さあリーチだ。あっと、ここで仕掛けていった。これで一発は消えちゃいましたね。下茶は降りる気ないな。下茶、慎重に打っている。トイメン、ここはプレイヤーの現物を落とす。下茶から出ることはなさそうですね。あれ、下茶降りてるのかな。いや、回しかな。神茶、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。プレイヤー、上がりきることはできるのか。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。これ多分出ないですね。これ出そうにないな。神ちゃん、筋は通ると判断したんでしょうね。うん、神ちゃんの読みは正解ですね。筋は通るんだな。プレイヤー、なかなか上がることができない。誰も上がれない。3人転敗です。あ、マジで3人転敗。同じ。トン一曲、四本馬、ドラはチーピン、プレイヤーはナンチャです。ここからどのような手になるのか注目ですよね。果たしてこの曲を制することができるのか。シンドラはトン。トンはションパイなので、とりあえず様子見ですかね。さあ、この範囲に反応。ここはスルー。これどうやって攻めましょうかね。スーピンが早い段階で入ってくれればありがたいんですけど、まあ、スーソン引いてくれても嬉しいかなみたいな。つもぎりが続いてしまった。
序盤から手が伸びる。神ちゃん、ここで泣いてきた。プレイヤー、これで入りましたね。ここからが腕の見せ所ですよね。あ、マジで？これは？プレイヤー、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。スーフォーが入ればって感じですね。まあ赤嘘いらないや。おっと、負けじと動き出した。おっと、ひもちゃが両面で泣いてきましたね。プレイヤー、逆転することができるのか。さあ、この牌はここも我慢した。ペイはギリギリまで絞るかな。少し場が落ち着いてきたか。振り点だな、めっちゃ振り点だな。プレイヤー、テンパった。とりあえず様子見ますか。各者どのように打ち回していくのか、ちょっと試しましょうか。リーチ、さあリーチだ。三巡後には積もりますね。下茶、筋は通ると判断したんでしょうね。ちょっと今回は間違い変ですけど。各社相手の出方を伺っているのか。リーチ、追っかけリーチ、めくり合いですね。やばい、これはやばい。リーチ合戦を制することができるのか。こっち不利ですからね、町ではね。下茶、本だ。これで一発は消えちゃいましたね。街では不利だからね。ロン、そう、マジか。神ちゃんの勢いが止まらない。はい、飛びました。はい、第1局目終わりました。皆さん、対局ありがとうございました。では、こちらで失礼いたします。